私たちは想定外のことが起きると感情が湧き上がってくるようにできています。想定とは世界とはこういうものだ、人間とはこういうものだといったその人なりの現実の捉え方だったり、こうなってほしい、こういうことが起きるべきだ、などといった未来に対する期待だったりします。地球は丸いと想定していたのに、 実は地球は四角でしたというニュースを聞くのは想定外です。だから驚くとかびっくりするという感情反応が出ます。優しくしてほしいと期待していたのに冷たい態度を取られたというのは想定外です。だから寂しい気持ちになったりがっかりした気持ちになったりします。政治家は国を良くするべきだと想定していたのに 税金を私利私欲のために使っていましたという話を聞くのは想定外です。だから、ムカッとしたり、イラッとしたりして、お前は何をやっているんだと攻撃したくなります。私たちは自分一人では生きていくことができない状態で生まれてきます。私たちは、 生まれてから自立するまでの間は、親に頼って生きていきます。毎日親に頼って生きていると、親に頼って生きることが当たり前になります。親はご飯を作ってくれるものだ。親は洗濯をしてくれるものだ。親はお金をくれるものだ。と親のすることが想定内になっていきます。親はご飯を作ってくれるものだ。と想定していたら、 親がご飯を作ってくれても心は動きません。親は選択をするものだという想定内のことが起きても感情が湧き上がってくることはありません。親がお金をくれるのは当然だと思っていたら、お金をもらったときに感謝の気持ちが湧き上がってくることはありません。感謝の気持ちが湧き上がってこないのだから、ありがとう。 ということが難しくなります。ありがとうと言わないと、こういう時は、ありがとうと言わなければいけないんですよ、と教えられることがあります。しかし、感謝の気持ちを感じていないのに、感謝の言葉を言うのは、とてもつらいことです。だから、子供は、なかなか、ありがとうと言うことができません。すると、親は、ありがとうと言えないのはダメなことですよ、 感感謝のの気持ちを感じられないのはおかしいことととですすよよ子供に教えようししますしかし子供にとったら想定内のことが起きているのだから感謝することができません「ありがとうと言えないあなたはおかしいですよ」と言われ続けることで子供は「自分はダメな人間なのかもしれない」。 と思うようよになりますそしてダメな人間だと思われないように感謝の気持ちを感じていないのに感謝の言葉を言うようになるつまり自分の心に嘘をつくようになります私たちは強制されると反発するようにできています「ありがとうと言いなさい」と強制されればされるほど「ありがとうと言いたくありません」という思いが強くなります 感謝の気持ちを感じなさいと命令されればされるほどあなたに感謝することはできませんとなっていきます。そして感謝しなければいけないのに感謝することができないという体験をするたびに自分は感謝ができないダメな人間だという思いが強くなります。大人になると感謝ができない人間に対する風当たりはさらに強くなります。 ありがとうと言えない人は社会人失格です。感謝ができない人は人間として終わっています。という情報に触れるたびに、ありがとうと思えない自分に対するコンプレックスが強くなります。あの人、ありがとうって言えない人なんだよね。あの人って他人に何かしてもらうのが当たり前だと思っているんだよね。と嫌われるたびに、自分には、 感謝ができないという欠陥があるという思いが強くなります子どもの時ありがとうと言うのが難しいのは自然なことですなぜなら生まれた時から親の世話になって生きていたらそれが普通だと思ってしまうのは当然のことだからです私たちは成長するにつれてだんだんと 親は自分のたためににこんんなに頑張ってててくれていいいだと気づいていきます親が自分にしてくれていたことは当たり前ではなかったんだと分かっていくことで感謝の気持ちが湧き上がってくるようになります。お金を稼ぐって大変なんだ毎日ご飯を作るってすごいことなんだと知っていくことでありがとうという気持ちを感じられるようになります。 自然と湧き上がってくる感謝の気持ちを感じられる前に、感謝ができないあなたはおかしいですよと言われることで、自分をダメだと思うようになります。そして、ダメな自分を変えるために感謝をしなければいけないんだと自分に強制するようになります。他人からも自分からも感謝をしなさいと強要されることで、いや、感謝はできません。 と反発すする気持ちが生まれまれありがとうと言えないあなたはダメですよと他人から責められるありがとうと言えない自分はダメだと自分を責めるという体験を繰り返すことでどんどんありがとうと言えない人間になっていきますありがとうというのが苦手な人は感謝ができない自分を ダメだと責める必要はありません感情とは想定外のことが起きたとき勝手に湧き上がってくるものです。感情は自分でコントロールすることはできません。自分でコントロールできないものに対してコントロールできない自分はダメな人間だと思うのはおかしなことです。ありがとうと言うのが難しくなるのはありがとうと言わなければいけないという 強制されているる感があるからですなので私は感謝ができないダメな人間なんですと悩んでいる人はまずは「ありがとう」と思えないんだからしょうがないとそのままの自分を受け入れてあげましょう。感謝できないものはしょうがないと思うことで感謝しなければいけないという強制が消えるので「いや感謝したくありません」 という抵抗がなくなくります感情は勝手に湧き上がってくるものなので勝手に湧き上がってくるのを待ちましょう感謝する気持ちになれないのはしょうがないと受け入れても私は感謝の気持ちを感じた時しか感謝の言葉を言いませんと固くなになる必要はありませんありがとうという言葉は 人間関係をスムーズに活かせる潤滑油になるので積極的に使っていきましょう。しかしその時も「ありがとうと言わなければいけない」と強制して反発する気持ちを生み出さないように気をつけてほしいと思います。「ありがとうと言ってもいいんだよ」と許可の言葉を使うことで気軽に「ありがとうと言える心の状態を作っていきましょう。 世の中には心から笑え、心から楽しめ、心から反省しろ、心から感謝しろと言ってくる変わった人がいたりします。そのような人に出会った時は、いや、強制された時点で心から感じたことにはならないでしょう。この人はおかしなことを言う人だと思ってスルーしていきましょう。